どうした？元気がないようだが、お腹でも減らしたのか？こんなに美しい花たちに囲まれているというのに、お前はいつまでも花より団子だな。団子？いいな。ここで食べたらますます美味しいかも。ちょうどいい。昼食はここで済ませよう。まあ、団子はさすがに持ってきてはいないが、私の作ってきた携帯食があるからな。ごちそうさまでした。うん、やはり外で食べる食事は気持ちがいいものだ。しかし保存を効かせるためとはいえ、今日の味付けは少々塩分が強かっただろうか。ああ、確かに。でも十分美味しかったけどね。うん、デザートに甘いものを食べたくなってしまったな。あ、そうだ、あれがあるかもしれないな。とは、何を探してるんだ。ああ、あった。これだこれだ、ぽっちゃり花だ。これは非常に甘い蜜が花いっぱいにあふれている。それを果汁のように飲めて美味しい。飲んでしまうとあまりの甘さにあっという間に体重が増えるとも聞く。確かにこの甘い香りはそう思わせる。だがしかし、食後の一杯にこれを飲んだらさぞかし美味しいだろう。この香りには逆らえない。でも僕ドラゴンだから太ってもいいのかな。もう我慢できない。いただきます。チョーチョーチョー。お前それを飲むと太ってしまうんだぞ。チョーチョー甘い。チョもう体重なんて少しぐらい増えても構わないよ。なんて美味しそうに飲むんだ。いやいやいや、しかし飲むと体重が増えると分かっているものをみすみす口にするなんて。考え込んでる。とはもうぽっちゃり花の蜜を吸いたいんだろうな。僕の前じゃ決心つかないのかな。太るしね。それじゃあしばらく席を外すといたしますか。な、おい、どこへ。まあ、カヤツのことだ。すぐに飽きて戻ってくるだろう。つまり今ならば。さてと、そろそろとはもう花の蜜を堪能できたかな。誰に知られることなくレディーに恥をかかせない、紳士のたしなみとはこういうことですね。はあ、ん？でもレディーの様子を陰から見守るのも紳士の役目。ここは覗いちゃいましょう。この淡いのにコクのある癖になる甘さ、禁断の味とはまさにこのことか。ああ、本当に美味しい。止まらない。これは困った。とはもあんな表情をするんだな。これは普段は見ることができない貴重な可愛いとはを見ることができたんじゃないか。ぽっちゃり花よ、甘い蜜と甘いとはの姿をありがとう。